哀れ、心なきハートレスは心を集める。怒りのキーブレードは心を解き放つ。心は闇に集い、やがてキングダムハーツとなる。主を亡くした人の心が織りなすキングダムハーツ。我らはキングダムハーツと共に完全な存在となる。ロクサス、お前には心があるんじゃないか。それは俺にもわからない。でも心なんて見えるものじゃない、感じるものじゃないかなって思い始めたんだ。そうだな。あ、
早いな。アクセルが遅いんだよ。今日で255日目か。なんだそりゃ。俺が機関に入ってから今日で255日目なんだ。意外と早かったな。日数なんか記憶してたのか。俺、機関に入るまでの記憶がなくて、最初の何日かはずっとぼーっとしてたから、それ以降のことはちゃんと覚えていたくてさ。最初の1週間くらいはろくに話もできなかったし、まあぼーっとしてんのは今でも変わんねえけど。ひってえなあロクサス、夕日ってどうして赤いか知ってるか。光にはいくつか色があって、その中でも赤が一番遠くまで届くからなんだってよ。どうしてアクセルが得意げなんだよ。それにしても遅いな。これから起きようとしている運命は、俺がここに来て7日目のあの出会いから始まってたんだ。本日は記念すべき日となる。我々に新たな仲間が加わることとなった。14番目だ。キーブレードに選ばれし者。生まれて7日間、ロクサスという名前と13という番号だけが自分の全てだった。だからみんなが何者で何をしようとしてるのかも俺にはまだわからなかった。しっかりやれよアクセル。うん、しっかりお役目果たしてくるぜ。行くぞロクサス。ん？どうした？あいつのことが気になるのか？あいつは確かナンバー14シオンだ。シオンね。シオン、記憶したかロクサス。ああ。じゃあ俺の名前は？アクセル。俺たちのボスの名前は？ゼムナス。そりゃ忘れるわけねえよな。じゃあ行くか。
ほら、ご褒美だ。このアイスの名前覚えてるか？シーソルトアイス。前に教えただろう。ちゃんと記憶しとけ。しょっぱい。でも甘い。ロクサス、お前この間も同じこと言ってたぞ。そうだっけ？よく覚えてないな。そういえば、お前が機関に入ってもう一週間ぐらいになるか？そうかもしれない。かもしれないって、そんなことも覚えてないのか。ま、お前もようやく機関のメンバーらしく任務に出るようになったってわけだ。機関のメンバー、そういう意味じゃ今日が始まりみたいなもんかもな。始まりか。今日から機関のメンバーとして毎日任務を受けるらしい。まだ何をしていいのかよくわからない。機関の目的は、ハートレスを倒して心を集め、キングダムハーツを完成させること。それが何で、何に使うのか、心が何なのかもわからない。存在しないもの、ノーバディ。俺たち機関のメンバーは、心を失って生まれた。心がなければ、存在してないことになるのか？キーブレードは心を解放する。そんなもの、どうして俺だけが使えるんだ？いろんなことを覚えても、わからないことが増えるだけだ。毎日同じ場所の往復。本格的な任務になれば、他の場所にも行けるらしいけど、世界を隔てる壁は越えられない。だから俺たちは、闇に抜け道を作るらしい。
機関のメンバーはいいやつも嫌なやつもいるけど、みんなでキングダムハーツを完成させようとしてる。まだわからないことは多いけど、これから俺も自分の存在のために闇と戦う。今のは？今のはこの町の子供だろう。みんなあんな風にするものなのか？あんな風にって？ああやってみんなでかけたり、それから騒いだり。そりゃ心があればするもんなんじゃないのか。心？俺たちもアイス食べるか。どうして？どうしてって、そりゃ友達だからさ。友達？友達は一緒にアイスを食べたり、くだらないことを話して笑ったりする。例えばさっきの奴らみたいに。ほら、行くぞ。なあロクサス、次の任務終わったらまたここでアイス食べようぜ。城と任務の往復だけじゃつまらないだろう。そうだな。友達か。しばらくこのアイスも食えないな。え？明日からしばらくここに来れないと思う。そうか。お前は友達だから言っとくけど、忘却の城に行くことになった。忘却の城？機関はもう一つ狭間の世界に城を持ってる。それが忘却の城だ。記憶したか？そんなところがあるのか。今日は先帰るわ。いろいろと面倒くさい準備があるからな。アクセル、ゼムナス様からの伝言だ。忘却の城に行ったメンバーに裏切り者がいる。見つけ次第始末しろ。それ本当にゼムナス様からなんだろうな。アクセル、アクセルならもう行ったぞ。これどうしよう。うるさい奴らがいなくなってすっきりだよな。うるさい奴らって？
忘却の城に行った奴らのこと。そういや、お前とプーちゃんは忘却の城の奴らとはそんなに関わってなかったな。プーちゃん？シオンのことだ、坊や。坊やって。ロクサス、任務だ。今日も俺は寄るところがあるから、先に帰還しててくれ。ロク、サス。え？シオン？ロクサスって呼んでいい？ああ。ロクサスか。ロクサス。今日も頑張ろうね。ああ、行こう。驚いた。シオンもキーブレードが使えるんだな。私もびっくりしちゃった。じゃあシオンにご褒美だ。え？特別な場所。こんなところがあるなんて知らなかった。はい、これシーソルトアイス、食べてみて。うん、甘くてしょっぱい。でも美味しいだろ。いつも任務の後、アクセルと一緒にここで食べる。アクセルがこのアイス好きなんだ。ロクサスも好きなんでしょ？うん。帰還に初めて来た時、アクセルとこの場所でアイスを食べたんだ。それから初めての任務の後、アクセルがご褒美だってアイスを食べさせてくれた。さっきのロクサスみたいに？あ。二人は本当に仲がいいのね。アクセルは友達だから。友達？私も友達になれるかな。アクセルが戻ってきたら3人でアイスを食べよう。うん。忘却の城で何かあったって話だけど。お前には関係ない。アクセルは？さあ、消滅したかもしれないな。なあ、ハートレスが消えたらどうなるんだ？心が残る。そして大いなるキングダムハーツに集まるって話。じゃあ心のないノーバディが消えたら？何も残らない。もともと存在しているものではないからな。忘却の城で消滅したメンバーも？何も残らない。消えたらもう会えないってことなのか？その通りだ。
帰るぞ。え、ああ。なんだこれ。彼に会ってきた。彼は君によく似ている。お前は抜け殻。いや、これが本来の姿か。名前を聞いたんだ。そんなものに意味はない。君はどうだ、本当の名前を覚えているのか。俺の本当の名前は、君がここに来て6日が経った。時は満ちた。目覚めるのか。勇者の記憶が全て剥がれればロクサスは帰ってくるという報告を受けています。全ては忘却の城次第ということか。計画通りシオンがキーブレードを使用できるようになりましたので、しばらくはシオンにハートの回収をさせます。今日は新しいワールドに行ったの。とても綺麗なワールドだった。今度ロクサスと一緒に行きたいな。じゃあまた明日ね、ロクサス。そろそろサボる頃だと思ったんだよね。シオン、俺どうしてたんだ。ずっと眠ってたの。いつ目が覚めるかわからないってサイクスが言ってた。でもよかった。まだ頭がぼーっとしてるけど。はい、これ。
貝殻、任務に行くたびに拾ってきてたんだ。耳に当ててみて。